ジャック・クレーマーはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身の男子テニス選手である。本名はジョン・アルバート・クレーマーといい、ジェイクという愛称で親しまれた。第二次世界大戦をまたぐ激動期にアマチュアテニス選手として活動し、現在でいう四大国際大会の男子シングルス部門で3回、男子ダブルス部門で6回、混合ダブルス部門で1回の優勝を挙げる活躍を見せた。後に1947年にプロテニス選手に転向。彼はサーブを打って素早く、ネット際に詰めるサーブ&ボレーを貫き、相手のサーブに対するリターンの後も素早く、ネット際に詰めて攻撃をするチップ&チャージを仕掛けるほどネットプレーを好んだ。配球に様々な工夫を凝らし、常に頭を使って相手を支配するスタイルであった自身のテニスについて、彼は著書に確率、パーセンテージなどの語を多用しており、現在では確率のテニスの源流を作った第一人者として彼の名が上がる。また、選手としてだけにとどまらず、彼の活動は多岐にわたる。1968年にテニス界のオープン過疎地に関わり、後にプロテニスツアーの興行会長となって1972年に発足した男子プロテニス協会の初代責任者に就任するなど、プロテニスの運営活動で顕著な業績を残しており、テレビ解説者としての活動も幅広い分野を手掛けて、北テニス史における重要人物として欠くことのできない存在である。ジャック・クレーマーは1921年8月1日、ユニオンパシフィック鉄道の作業員の一人息子としてラスベガスに生まれた。ラスベガスは当時もギャンブルの街で、クレーマーも子供の時からトランプゲームなどに親しんだ。彼は父親の勤務先にあった古い運動場でテニスを含む様々なスポーツに親しみ、最初は草野球に熱中した。彼が本格的にテニスを志したきっかけは、1935年の春に見たポモナのカウンティフェアで、当時世界最強の選手だったエルスワース・バインズのプレーに魅了された時だったという。それからサンタモニカで開かれたジュニアトーナメントに初出場し、当時南カリフォルニアテニス連盟の会長だったペリー・ジョーンズと出会い、ロサンゼルステニスクラブで彼の指導を受け始める。これを契機にクレーマー一家は、ラスベガスを去ってロサンゼルスに定住した。このクラブで出会ったジョー・ハント、テッド・シュローダー、ボビー・リッグス、パンチ・ヨ・ゴンザレスなどが後にクレーマーのテニス経歴を通じて重要なライバルとなる。クレーマーは1938年の全米選手権で4大大会に初出場し、翌1939年に18歳で男子テニス国別対抗戦、デビスカップのアメリカ代表選手に指名された。18歳1ヶ月での出杯デビューは、1968年にジョン・アレクサンダーが17歳5ヶ月でオーストラリア代表に選ばれるまで29年間、デビスカップの最年少出場記録であった。クレーマーは2歳年上のジョー・ハントと共に、1939年9月2日から5日にかけて行われたオーストラリアとの決勝戦で、第3試合のダブルス戦に起用された。先にボビー・リッグスとフランク・パーカーがシングルス2試合を取ったが、クレーマーとハントのペアが当時世界最強のダブルスコンビとして知られたエイドリアン・クイスト&ジョン・ブロムビッチ組に7から5、2から6、5から7、2から6で敗れた後、流れは一気にオーストラリアに傾き、アメリカはオーストラリアに逆転負けした。このデビスカップ決勝は第二次世界大戦開戦のただ中で行われた。世界大戦勃発によりデビスカップやウィンブルドン選手権は開催中止となったが、全米選手権だけは戦時中も途切れることなく続行された。戦時中のアメリカ男子テニス界では、どの選手も軍務につきながら全米選手権に出場した。開戦の翌年、クレーマーは1940年全米選手権で男子ダブルス、混合ダブルスの決勝に初進出した。男子ダブルスでは親友テッド・シュローダーと組んで初優勝し、ここで最初のタイトルを獲得するが、ドロシー・バンディと組んだ混合ダブルスでは準優勝に終わる。1941年全米選手権ではシュローダーとの男子ダブルスとサラ・ポール・フリー・クックと組んだ混合ダブルスを制し、2部門制覇を達成した。ところが1942年全米選手権の開幕前日に彼は虫垂炎で倒れて出場を断念する。1943年の大会期間中は食中毒に見舞われ、2年連続で病気の不運に見舞われた。1943年全米選手権の男子シングルスは戦争の激化のため出場選手数が激減し、32名の選手による5回戦制で優勝を争った。クレーマーはここで初の決勝進出を果たすが、少年時代からのライバルの一人だった、ジョー・ハントに3から6、8から6、8から10、0から6で敗れて、準優勝に終わった。戦時中のクレーマーは、アメリカ軍で沿岸警備員の仕事に就いたため、終戦後の1946年までテニス界に復帰できなかった。ジョー・ハントはアメリカ海軍に入隊し、1945年2月2日に航空事故で死去したため、1943年の全米決勝が2人の最後の対戦になった。1945年に第二次世界大戦が終結し、デビスカップやウィンブルドン選手権は1946年から開催が再開された。終戦後最初のウィンブルドン選手権で、ジャック・クレーマーは男子シングルス4回戦で、ヤロスラフ・ドロブニーに6から2、15から17、3から6、6から3、3から6の5セットマッチで敗れてしまう。彼はこの試合でラケットを握る、右手のマメが破れ、試合終了時には手が血まみれになっていた。不本意なシングルス敗戦の後、クレーマーはサンフランシスコ出身のトム・ブラウンと組んで男子ダブルス初優勝を決めた。ブラウンの自伝によれば、ウィンブルドンダブルスに臨む前に、コーチのペリー・ジョーンズから、ジャックは経験豊富な選手だから、ダブルスでは彼の言う通りにしなさいと指示されたという。この後、1946年全米選手権と1947年ウィンブルドン選手権の男子シングルスで、クレーマーはブラウンと2度決勝対決を行い、2度ともストレート勝ちを収めた。当時、フリスコの唐沢というニックネームで呼ばれたブラウンは、クレーマーの観点では対等なライバルとは思えなかったという。1947年のウィンブルドンでは、男子シングルスの7試合を通じて、総計37ゲームしか落とさず、ブラウンとの決勝戦は、わずか45分で決着をつけた。男子ダブルスでは、ボブ・ファルケンバーグと組んで優勝し、こうして、ウィンブルドンの単複2冠を獲得した。そして、彼のアマチュア最後の舞台となった1947年、全米選手権を迎える。2年連続3度目の男子シングルス決勝戦で、クレーマーは、フランク・パーカーに4から6、2から6、6から1、6から0、6から3の逆転勝利を収めた。男子ダブルスでは、テッド・シュローダーと組み、このペアで6年ぶり3度目の全米男子ダブルス優勝を果たしている。最大の親友シュローダーとは、デビスカップでも息の合ったプレーを展開した。この全米選手権を最後に、ジャック・クレーマーは、プロテニス選手契約書にサインする。彼は、全豪選手権と全仏選手権には一度も出場しなかった。1947年12月27日、ニューヨーク市内のマディソンスクエアガーデンに 15,114 人の大観衆を集めて、ジャック・クレーマーはボビー・リグスとプロテニスツアーのデビュー戦を戦った。ここから始まったクレーマーとリッグスのセットによるツアーで、クレーマーはプロの先輩選手リッグスに69勝20敗の戦績を収める。当時のプロテニスツアーは、トーナメント大会に加えて、現在とは大きく異なるエキシビジョンツアーがあった。主要な選手の組み合わせを設け各地を回って、興行試合をこなし、そのツアーにおける通算勝敗数をまとめる方式である。クレーマーは、プロ転向後、ウィンブルドン選手権や全米選手権など、当時はアマチュア選手によって争われていた。グランドスラム大会で成功したトップ選手たちをこのプロテニスツアーにスカウトし始めた。こうしてパンチヨ・ゴンザレスをはじめ、パンチヨ・セグラ、フランク・セッチマン、ケン・マグレガー、トニー・トラバート、ケン・ローズウォール、ルー・フォードなどの大物選手たちが次々とプロ選手に転向する。ただし、幼馴染の親友であったテッド・シュローダーは、クレーマーの説得を断り続け、生涯アマチュアを貫いた。クレーマーがプロテニスの興行向きではないと判断したため、スカウトされなかった選手もいる。こうしてプロテニス選手に転向すると、もはやアマチュア選手のトーナメントに出場できなくなり、戦いの場が全米プロテニス選手権、ウェンブリー選手権、全仏プロテニス選手権などのプロトーナメントに移っていく。テニス界には長い間、アマチュアとプロフェッショナルの二つの領域が存在し、二つの世界は高い垣根に隔てられるようになった。とりわけ1950年代以後、アマチュアの頂点を経て、プロに転向する選手が増えた。そうなると、必然的に、全豪選手権、全仏選手権、ウィンブルドン選手権、全米選手権の出場選手層が薄くなり、競技レベルが落ちて、トーナメントの威信も下降する。クレーマーは、プロテニスツアーの運営者として、この厳しい時期を乗り切らねばならなかった。クレーマーは1952年から、プロテニスツアーの会長に就任し、文字通り、プロテニス界のボスの座に就いた。彼は1954年に、背中の故障のため選手活動から引退し、以後は、プロツアーの運営活動に専念したが、その間プロテニス界の皇帝として君臨する。1949年にプロ転向したパンチヨ・ゴンザレスには96勝27敗の通算成績を収め、クレーマーの引退までゴンザレスを全く寄せ付けなかった。ただ一人クレーマーと対等に渡り合えた選手が1953年にプロ入りしたフランク・セッチマンで、彼との通算成績は54勝41敗と競った数字を残している。クレーマーの引退後はゴンザレスがプロテニス界の花形選手となり、ツアーの観客動員に不可欠な存在となった。この間、クレーマーは1954年にゴンザレス、セッチマン、パンチヨ、セグラと一緒に4人の一行で日本を訪れたことがある。テニス記事の編集者であった福田正之助が1955年のデビスカップ東洋ゾーン決勝戦に寄せた評論記事の中に昨年来日したプロ4大選手という表現が見られ、この中にクレーマーの名前が含まれている。彼は1960年にプロツアーの興行活動から撤退し、1962年に自らの名前を冠した海援制テニスクラブジャック・クレーマークラブをカリフォルニア州ロサンゼルス郡ローリングヒルズエステーツの地に設立した。時の経過とともにプロテニス選手の層が厚くなり、アマチュア選手によるグランドスラム大会の競技レベル低下が進んでいった。アマチュアの才能をプロテニス界にスカウトしてきた興行主のクレーマーに非難の声が集まってゆく。彼が1958年にウィンブルドン選手権の会場を訪れた際には、イギリスの新聞、デイリースケッチに、クレーマーよ、我らの子供たちから離れよ。若き才能の育成は、お前のためではないという見出しの酷評が出た。ウィンブルドンを頂点とするアマチュアテニス界にとって、プロテニス界の代表者クレーマーは、不遇体験の敵とみなされたのである。ようやく1968年になって、グランドスラム大会に、プロ選手の出場を解禁するオープン化措置が実施されることになった。こうして1968年、全仏オープンをきっかけにテニス界のオープン化時代が幕を開ける。クレーマーはオープン化時代が始まった年の1968年に国際テニス殿堂入りした。1968年の初頭に新たなプロテニス組織としてワールドチャンピオンシップテニスが発足した。WCT の運営者はラマーハントで8名のプロテニス選手たちが最初の WCT 契約を締結する。WCT の誕生をきっかけに、テニス界はオープン化の方向へ動き始め、1968年4月22日に最初のオープントーナメントが開かれた。オープン化制度の下で開かれた最初のグランドスラム大会が1968年全仏オープンであり、ウィンブルドン選手権、全米オープン、全豪オープンの順に第1回のオープングランドスラムが実施される。しかし、最初期のオープンテニスには大きな問題があった。WCT は従来のプロテニスツアー、ナショナルテニスリーグとは別個の組織であるため、選手たちはプロ契約の締結にあたって、NTL のプロモーターを務めるジョージ・マコールか、WCT を率いるラマー・ハントか、いずれかのマネージャーを選択しなければならなかった。この難題を解決するため、ジャック・クレーマーは新しいグランプリシリーズを提唱した。グランプリに含まれるトーナメント群の成績をポイントに換算し、上位8名の選手にグランプリマスターズへの出場資格を与える。方式である。第1回、ペプシグランプリマスターズは1970年12月9日から15日にかけて日本の東京で開かれ、スタン・スミスが最初のマスターズ優勝者になった。初期のプロ選手たちを悩ませたプロモーター選択問題も次第に NTL のマコールが契約選手たちを失い、大部分の選手たちがハントの WCT と契約した時期を経て、WCT がクレーマーの考案したグランプリシリーズの傘下に入ってゆくことになる。グランプリシリーズとマスターズは開催地やスポンサーに多くの変更を加えながら1989年まで実施されたが1990年から ATP ツアーに一本化され男子ツアー年間最終戦は ATP ツアー世界選手権に移行した。1972年4月新たな男子プロテニスツアー組織として男子プロテニス協会が発足した。初代最高責任者としてジャック・クレーマーが指名され、クリフ・ドリスデールが初代選手会長に就任した。当時のテニストーナメントでプレーしていた男子プロ選手の大半がこの新しいプロツアー組織に加盟したが、一部には ATP ツアー非加盟選手も存在した。発足から1年後の1973年、ATP ツアーの選手79名がウィンブルドンをボイコットする事件が起きた。ことの発端は、ユーゴスラビアテニス連盟とニキ・ピリッチの対立である。ピリッチがプロ選手としてワールドチャンピオンシップテニスのダブルス出場を優先し、ユーゴスラビア代表選手としてのデビスカップ出場を拒否し続けたことから、ユーゴテニス連盟がピリッチに9ヶ月の出場停止処分を課した。これに対して国際ローンテニス連盟はピリッチの出場停止処分を9ヶ月から1ヶ月へ短縮することを検討した。母国連盟による処分の有効性についてイルフ会長のアラン・ヘイマンと当時のウィンブルドン会長ハーマン・デビッドの意見が合わず両者の交渉は決裂した。ATP ツアーの選手たちはピリッチが出場できないトーナメントはすべてボイコットする決定を下し、テニス界最大の祭典ウィンブルドンが ATP によるボイコットの対象となった。総計79名の ATP ツアー加盟選手たちがウィンブルドンをボイコットしたため、最高責任者のクレーマーに対して、イギリスの各種メディアは非難の嵐を浴びせ、新聞の見出しは火を追って過激さを増した。クレーマーは BBC テレビのウィンブルドン解説者から外され、長い間イギリスで公衆の敵ナンバー1扱いを受けたという。テニスの歴史に残る痛ましいボイコット事件の後、ツアー公式戦の統括組織として男子国際プロテニス評議会が発足し、クレーマーはここでも大きな役割を担った。1979年、ジャック・クレーマーはゲーム、マイナステニスにおける我が40年という題名の自伝を出版した。本書の第一章によると、執筆時の彼の健康状態はかなり衰えて、右臀部関節の衰えにより、もう社交テニスができなくなったというユーモラスな誇張で記述されている。彼は、生涯を通じて、ユーモアのセンスを失わず、後年にもインタビューに訪れるジャーナリストに、やあ、公衆の敵ナンバー1の元へようこそ、などとジョークを飛ばしていたという。自伝の中で、私の祖先は、代々長寿に恵まれてきたと記した元気者だったが、それから30年後の2009年9月12日、クレーマーは、癌のためロサンゼルスの自宅で88年の生涯を終えた。夫人には1年前の2008年に先立たれている。彼は、死の直前まで、進行中だった2009年全米オープンの経過観戦を楽しんでいたという。ありがとうございます。